切る。その言葉を胸にこの1年過ごしてきた翔くん。翔くんらはこの1年何度も自分に問いかけたであろう。死とは何か、生きるとは何かを。その答えを知る方はあのお方だけ。さあその名前を叫び、その再来を歓喜と共に迎えるがいい。はみ出すがいい。はみくま、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 
最高の日になるぞ。生まれるのだ、そして滅びるのだ。死は誕生であり、誕生は死なのだ。海に風が吹けばそれは波に、雨が地に降れば花が咲く。警戒して見せてくれ、死は誕生、誕生は死。私が腹からいなくなったハミクマはただの人形のように見えるだろう。それは違うのだ。今ハミクマはその魂と体が分離し、生と死のエネルギーの狭間にいるのだ。お前たちは感じるだろう、死がもたらす生のエネルギーを。
体の中から支配される喜びを。生と死のエネルギーは今ここでイコールになる。ハミクマのエネルギーは生と死、二つの世界をつなぐのだ。そして永遠を生きるのだ。
遠くへ出かけるんだ。